はい、どうも、キラです。今回は白黒市街地戦の臨戦を一部隊クリアしましたので、その内容を動画にしておこうと思います。まあ、多分、プラチナトロフィー圏内だと思うんですけど、ちょっと何とも言えないですね。トーメントまだやってないんですけど、相当な難易度になってるんだろうと思います。そもそも HP が4倍ですからね、もう嫌な予感しかしません。まあ、そんなことなので、とりあえずインセインの動画を作りましたので、公開していこうと思います。ちなみに今回はインセインのちょっとタイムアタック気味のね、動画なんですけども、簡単にインセインをクリアする方法に関しては、過去に作った動画がありますので、よろしければ概要欄の方から見てみてください。今回インセインをやらないという方も、エクストリームまでの攻略に関しても、ちょっと地形は違うんですけど、動画は作っておりますので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。はい、攻略部隊はこちらになります。この前実装されたね、カヨコだったり、アリスのメイドだったり、新しいキャラがね、めちゃめちゃ強いです。アリスを持っていない方は、体操服のハサミとかになると思うんですけど、コスト半減のウイとも相性がちょっと悪いですし、そもそもコストが5コストでかなり使いづらいので、やはりアリスのメイド強いなって思っちゃいました。僕はね、全然育ってないので、レンタルです。で基本的には、ユーカのバリアで守っていくんですけども、カヨコが特殊装甲で、他のキャラクターに比べてやられやすいので、被弾を気をつけましょう。まあ、最後まで残ってほしいキャラでもありますしね。で、他にもちょっと色々試してみたんですけど、ウイを外して、イズナを入れたり、アリスはコスト半分にしないで撃つ感じですね。で、アコを正月風化に変えたり、で、色々試してみたんですけど、ウイが軽装備なのもあって、このパーティーが一番安定だったなという感じですね。ユーカ体操服を持っていなくて、千鶴子の水着を使おうと思うとスペシャル服が潰れちゃいますし、やっぱり全体の移動が手軽にできてコストが軽いユーカ本当に強いですね。最近いろんな総力戦で大活躍してます。それでは実戦編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。はい。で、最初に撃つスキルなんですけども、敵の爆弾の形によって私は変えてます。で、本当の本当の理想は、ユーカだけが当たるような乱数だったら、そのままね、無視して攻撃に転じるようにしてるんですけど、その乱数待ってたら時間切れになってしまいそうなので、このようにユーカ以外にもダメージが入るような状況でしたら、基本的にはユーカのスキルを打ってかわすようにしてます。まあ、最初の爆弾までにコストは結構ありますので、ウイのスキルをアリスにかけるんですが、順番はどっちでも OK です。ただ、ウイのスキルを先に使った方がタイミング測りやすいので、その方がいいかもしれません。はい、で移動する位置なんですけど、このレーンの中に収まるようにしてください。上のレーンと真ん中のレーンはどちらも玉転がしが来ますので、まあ、それに当たるとね、ちょっとダメージかなり痛いので必ずかわせるようにしましょう。乱数ではみ出してしまう場合なんかはリセットが推奨になります。ただ優雅だったら耐えられますね。で移動しましたら、コストがフルになる直前ぐらいにアリスを使って、アリスを使った瞬時にカヨコ、ヒマリ、アコのスキルをアリスにかけていきます。ちょっと難しいので3倍速は切って等倍速にした方がいいですね。はい、でこのスキルで回すとすぐにまたアリスを撃つことができます。なので2発目も効果が残っているうちに撃っちゃいましょう。はい、で白の HP がね、もう半分ぐらいまで減ったわけなんですけど、もうこれかなり運ゲーです。どれぐらい会心が起こるかという内容によってきますので、この状態で54ゲージぐらい残ってることも全然あります。なので白線はね、クリティカルの運ゲーをかなり回すことになりますので、最初の優雅にしか当たらない爆弾を期待してリスタートしていくとなかなかちょっとしんどいので、僕は移動推奨かなって思ってます。そうしましたらアリスのスキルを2回打ってしまいましたので、V のコスト半分のバフが切れてますので、再度アリスにかけていきましょう。で2回目の爆弾が来てるんですけど、1回目のバリアがちゃんと残ってますので、このバリアで耐えるようにします。
そうしましたらスキルを回すためだけに優香を使います。玉転がしが来る前に使ったんですけど、下手するとはみ出てしまう場合があるので、本当は玉転がしが終わった後に優香を打つべきです。はい、そうしましたら、コストマックス近くまで来ましたので、一旦カヨコをアリスに打ちます。そうしましたらアリス、アコ、ヒマリの順番で使いましょう。アコとヒマリはどっちでもいいです。で、打ちましたらカヨコのスキルが回ってきますので、ちょっと無駄にはなっちゃうんですけどアリスにかけましょう。スキル回しのためです。そうしたらまたアリスが2巡目来ますので、そのまま打っちゃいましょう。アリスの目からは逃げられません。バフをもらいました。次の目標は？ルイのスキルをアリスにかけます。はい、で黒線で気をつけることなんですけども、優香のスキルでとにかくかわしていきます。ただむやみやたらにかわすというよりはシールドがあればある程度耐えられるので、完全に避けるのを目指すというよりはちょっと早めに打つようにしてます。でただ絶対に当たっちゃいけないキャラクターがいまして、それはアリスですね。アリスの上に黒い羽がついてるんですけども、これが黒のスキルで、この羽がついている状態でコーヒーカップに当たると60万ダメージを食らって即死します。なので絶対にアリスだけは当たらないようにコントロールしましょう。唯一のダメージソースですからね。はい、でですね、もう最悪なタイミングで打ってしまったんですけど、優香のスキルが発動した後にアリスのノーマルスキルが出ちゃったんですよね。アリスのノーマルスキルがキャンセルされてしまって、せっかくの神秘特攻をキャンセルしてしまいました。皆さんはこれは気をつけてください。ちょっと優香を早めに打ったらよかったですね。で、あとアリスがすごく移動が遅くなってるので、もうちょっとアリス側に寄った方が良かったかもしれません。もうずっと攻撃できないんでね。そうしましたら、コストが溢れる前にカヨコをアリスにかけておきます。そうしましたらまたコストが溢れそうなところまで貯めて、アリス、アコ、ヒマリを打っていきましょう。そしたらさっきと同じようにスキル回しのためだけにカヨコをアリスに打って、アリスのスキルをまた回していきます。はい、でアリスがですね、黒い羽がついた状態でコーヒーカップ直撃コースにいます。ただ時間的に当たる頃にはこれが溶けていたので、そこまでねアリスに絶対当てちゃダメというね動きにしなければよかったなと思ってます。っていうのもちょっとこの辺に打ってアリスが絶対に避けれるようにねちょっと調整したんですけど、カヨコがこっちの方に出てこのコーヒーカップ当たっちゃったんですね。でこのコーヒーカップを邪魔しないとかなり有利になれるんですよ。このまま黒に当たって気ダメージアップがかかるので、このコーヒーカップだけは当てたいので、このタイミングの優香はもうちょっと上の方に打った方が良かったと思います。はい、そうしましたら同じことの繰り返しになります。ウイでアリスのコストを半分にして、カヨコをアリスにかけていきましょう。そうしましたら最後にコストを満タン近くまで貯めて、アリス、アコ、ヒマリを回していきます。
ハヤコが退場しておりますので、すぐにアリスが回ってきますので撃っちゃいましょう。はい、こんな感じで、白黒インセインを一部隊クリアしましたので動画にさせていただきました。まあ、とにかくね、特攻なんかもついててアリスめちゃくちゃ強いですね。ノーマルスキルをキャンセルしてしまったのがかなりね、ちょっともったいなかったんですけど、まあ、ちょっと会心に助けられましたね、後半は。まあ、皆さんはね、ちょっとチャンスを潰さないように気をつけてください。ということで、今回はこの辺で。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。